はいどうも、2018年3月の29日8時37分です。朝です。桜です。よろしくお願いします。はいどうも、桜です。じゃあ花見見に行きましょう。アイテムありがとう。酒買おう。満開だよ、満開。満開だよ。映像ぬるぬる大丈夫？ほら。ピンクもある。ピンクの。満開ですよ、満開。あそこは家の前なんだけど。ほら。行こう。じゃあ、のんちゃん映しながら行くわ、今日は。のんちゃん、どんどん歩いて。映像音声問題ない？レスポンスが悪いな。いい感じ。はいはい。じゃあ神田川リバー、神田リ、僕リバーサイドに、やっぱり僕ぐらいの勝ち組配信者になるとリバーサイド住みなんで、リバーサイドを見ながら配信します。楽しんでいきましょう。お花見好きのリスナーさん楽しんでいってください。桜が多分いっぱい見れると思うんで、今日はちっちゃいおばちゃんを撮影しながら行きましょう。おはよう、掃除さん。ブレるな。のんたん、のんたんは春になっていい子になったんだよね。季節性うつだと思う。のんちゃんいい子になった。これがでっかいマンション、タワーマンション。やばくない？この高さやばいよね。いくよ。ぐー。すごくね？すごくね？これ。ありえないよね。ロードワーク、ここやってるんですよ。あや、おはよう。いや、俺花見なんかしたくなかったんだけど、すげえ綺麗なところ知ってんのよ。リスナーが見せろ見せろって。まあ、しょうがないよね。やっぱね、アイテムもらって生きてるから、リスナーの言うこと聞かないと、アイテムもらえなくなるんで。でもね、いつかね、のんちゃんとあそこ連れて行きたいなってずっと思ってたから、まあ、いい機会だ。今日行かなかったら多分もう絶対行かなかったから。のんちゃんどんどん歩いてていいよ。よいしょ。いませよ。映像もぬるぬるっぽいね。花火ありがとうね、カズ。ブロックノイズ出ない？大丈夫？ブロックノイズ出てない？はい、ワード2。ここも咲いてるね。でもはっきり言ってみんなが思ってる以上に綺麗だから、
俺日本で今まで見た景観の中で一番綺麗な桜だったから、いろんな桜見てきたけどね、なんかあのこの川沿いの幅で両幅から桜がぐわーってきててすごいいいよ。もう満体ね。はいはい。多分東京都内だったら電波なくなることないと思うから、今日すっげー綺麗な映像見れるよ。自信あります。なんかその東京ならではの桜並木って感じで最高だよ。ほらもう見えてきたじゃん。要は道ずっと桜なの。あや早起きだね。あや早起きだね。いい子。あやいい子。東京散歩配信でーす。来た来た、すごいでしょ、のんちゃん。のんちゃん見える？あれが両端になんの、奥に行けば行くほど。こっからすごいよ、みんな。これ反対側から映した方が綺麗なのかな？どう思う？どうかな？すごいでしょ、これ。これやばいでしょ。どうしようかな、反対側から撮ろうかな。ちょっと迷うね。まあ一回渡ろうか。渡ってから考えよう。通勤ラッシュだね。現地に着いたら映像調整しよう。反対側から撮った方がいいかな。帰り、あれだもんね、下通ればいいんだもんね。お酒飲む？ジュース飲む？飲まない。映画撮影じゃないよ、このクオリティで映画撮れない。行くよ、みんな。桜、俺がおすすめする桜道行きます。すごいでしょ、すごくない？これ向こうの道も通れるんだけど、どうやって撮ろうかな。すごい映像でしょ。伝わるかな。もう下まで桜。そう、ちょっとね、絵的に伝わるかどうか。伝わる？みんな、あそこの下通るか、こっち側の反対側から通るか、どうしよう。
すっごい綺麗なんだよね、ここ。暗くなるな。暗くなっちゃう。これが両端になってくんだよ、だんだん。どうすっかな。ちょっと映像調整します。それでどう？綺麗になった？いいでしょう。じゃあこっち側から撮ろうか。いや、なんちゃ。すごいでしょう。向こう帰り側撮ろうか。もう川沿いにブワーって咲いてんだよね。すごい迫力でしょう。いやー、すごいでしょ、ここ。俺のロードワークコースだね。ありがとう、バガーありがとう。綺麗でしょう。ちょっとコントラスト強めにしてるから、もう少し白っぽいぐらいかな。ちょっとピンクを鮮やかに撮りたいからコントラストを強くした。すごいでしょう。すごい。あ、こっちから見たことなかったな。綺麗だな。すごい。うわー、来た来た。ほら、あれあれあれ、のんちゃん、すごいでしょ。あったでしょ。こう、うわ、すごいな。来てよかったな。いや、もうこれが両端になるから。うわ、ここ写真撮ろうよ。あー、カメラ忘れた。すごいの来るよ、こっから。いやー、いいよね、桜ね。日本人に生まれてよかったっつって、これが何よりすごいんですよ。皆さん行きますよ。皆さんビビりますよ。これこれ、ここが一番いいところね。ここが一番のスポット。のんちゃん、ここ、おお、すんごい。見てよ、いいでしょ。あ、ちょっと距離感が伝わらねえな、これね。ちょっと、もうちょっと行かないとね。すごいんだよ。肉眼で見た方が綺麗な。じゃあ下通っていこうか。すごい綺麗。テンション上がるよね。今東京満開だね。じゃあ行きましょう。みんな写真撮ってますよ。綺麗だ。その割には閲覧少ねえな。閲覧30人かよ。結構綺麗なショット撮ってるんだけどな。さっきまで80人ぐらいいたんだけどな。ここいいでしょう。すごいよね。綺麗だよ。なんでこんな綺麗なんだろう、桜って。うわ、桜吹雪だ、のんさん。もう散り始めてるね。川はね、もう桜で埋まるんだよ、これ。桜がひら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 落ちてる。お、よしひこいらっしゃい。うわ、すげえ、桜舞ってるよ、ほら。あ、今日で散るんだね、これ。ほら、桜がひらひら舞ってんの、これ映ってる？桜ひらひら舞ってんの。桜ひらひらは映ってんのかな、これ。映画のワンシーンみたいでしょ。
ここでケツメイシの桜流したいね。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくるだよ。いやいいね。おっと、いいスポットでしょ。今日もう最後だな。今日絶景だったわ。今日絶景だった。天気もいいし綺麗だね。ここのんちさん、ここ写真撮るところ、みんな撮ってる。ここよ。ここ。ここで、これすごいでしょ、迫力。ここがスポットよ。すごくないこれ。ここで写真撮るの最高にいいよ。すごいでしょ、ほら。すごい綺麗。ほら。奥まで、川の奥まで全部桜。いいでしょう。ふわーでしょ。ここほら。奥まで全部。すごいでしょ。ここ。川沿いに、ふわーって。奥まで。写真撮影すんな。桜の写真撮影すんな。ここが一番いいよ。俺、うわーでしょ。こっち側も綺麗なんだよ。ほら。ここいいでしょ？神田川とさ、神田川と、そう、川とさ、桜のこう、最高でしょ？絵になるよね。いいでしょ？みんな。タワーマンション、さっきのタワーマンションあれだよ、あれ。日本一高いやつね、今。いいよね。こう、高層ビルと、桜と、川、神田川。すごいよね。みんな撮ってるね、写真。いいでしょう、ここ。え、ポテト歩いてみる。ここが、そう、ここはね、もう写真結構有名なスポットで、スチール撮影とか結構やってるよ。みんな撮ってる写真。これ見た時感動したもんな。すごいよ。じゃあ引き続きお楽しみください。引きで見た方がいいよね、これはね。あれね、両側じゃなかったかもしんない。片側だけだったかもしんない。こう、川に向かってこう、ブワーって流れてるんだよね、木が。すごい。ここはね、さ、前ここら辺に住んでたんだよ。だから嘘だろっていうぐらい綺麗で、春に。すごい吹雪、桜吹雪だよ。すごいすごい、待ってる。桜吹雪も映ってんのこれ。たまにチラチラって。すごい量だよねこれ。映ってんのかな、桜吹雪。すごい量が吹雪いてるよ。桜吹雪。あんまり映んないのかな。いやもう今日がピークだろうね。バンバン吹雪いてるから。こののんちゃんと来たかったんだよ、ずっと。
多分ね、肉眼の方がブワーって吹雪いてる。カメラだとね、なかなか伝わらないんだよね。難しいんだよ、カメラで伝えるの。すごいね、お花見。ほらほら、願い叶った。あっちも咲いて。おお、そう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 、あっちも咲き始めた。多分ね、両側咲いてるところ俺見たことあんの。うん、だからね、この先に多分あるはずなんだよね。さっきみたいな川沿いで両側からブワーって咲いてんの。おお、すごいすごい。肉眼はすごいよ。全然違うよ。いや、桜はいいね。あれ、ここで終わりかな。桜なくなっちゃったな。鳥いっぱいいるよ、この辺は。おしまい、うん、おしまいだ。ここまでだね。あ、じゃあ片方しかなかったな。向こうもない。じゃあのんちゃん、うん、俺ね、実はこの辺住んでたんだよ、この辺。そこにケーキ屋さんあるから行ってみよう。貧乏だったからあそこのケーキ食えなかったんだよ。生活保護だったから。ケーキ屋さんでケーキ買って帰ろう。ここで終わりだな、多分。ここで終わりっすね。あ、向こうあるな、まだ。向こう見る？あれ、両側あったはずなんだけどな、片側だけだな。高層ビル、こっから俺絶対成り上がってやるって毎日夜ね、ずっといたの。すごい、ここも景色すごいよ、みんな。ここに新宿の高層ビルが見える。すごいでしょ。このビル見ながら、夜中コーヒー飲みながら、絶対成り上がってやるっつって。うん、すごいでしょ。この辺住宅街の。こっち側がさ、新宿の高層ビルで、向こう側に住みてーっつって。まだやってないんじゃない、ケーキ屋さん。ケーキ屋さんまだやってない。あ、閉まってるわ。ああ、そこのスーパー、マレーズプッチでよく買い物して。こっち行くと、大久保の方。この場所だね。ここいいでしょ、ビル。ビル群が綺麗でしょ。新宿のビルがバーって見えて、こうニョキニョキ生えてる。川見ながら。モード学園の方はもっと向こうの方だから、俺の家らへんがあの辺、あの高層ビルの高層ビルの方が俺の家の方だから、歩いて1分とかのエリアがあそこなの。パフェありがとう、あこさん。あこさん、パフェありがとう。なんかジュースかなんかいる？うん、向こうの方にも桜あるけど、もういいよね。うん、うん、じゃあ帰るか。帰りまーす。反対側から見ようか、今度は桜を。でもね、さっき溜まって写真撮ってたスポットが多分ベストショットだと思うね。今度は反対側から桜見ましょう。ほら、きれい。ヤバタン、これドローン飛ばしたいよね。これさ、川からドローン飛ばしてブーンっていったら超いい映像撮れるよね。その桜をかいくぐっていくとかさ。
天気もいいし、今日がもうピークだな。綺麗だな。柵が高いのがちょっともったいないな。あこさん、ありがとね。桜バッグに2人のスクショ、はいはい。じゃあさっきのところ撮ろうか、うん、スクリーンショットタイム、のりこと。いいね。いや、神田川ボートはきついかな。深いんだよね、神田川って。深いし浅いの。カモがよくいる。でも神田川綺麗になったよね、うん、綺麗になったっつうか、俺引っ越してきた時こんな綺麗なんだと思ったもん。猫助さん、どうもありがとう。じゃあスクショタイム、カズが多分パサってやってくれるよ。携帯忘れちゃったから頼むよ。おはよう猫助さん。手漕ぎボートなんかねえから、かんねえから、そんなもん。のんちゃん、タメでしょ、これ。のんちゃん、タメでしょ。わかんない。石田ゆり子、タメじゃなかったかな、うん、最強の47歳。静岡か、無理だな。いやー、綺麗だな。もうビルと桜っていうのもなんか独特だよね。ビルと桜、ビルと桜と川。スクショタイムやるか。コメント消すか、スクショだから。センドリガブチ、わかんない。センドリガブチがわかんないな。シドリガフチも桜綺麗なんだって。自家用ジェット持ってんの、タムタムさん。いいな。よっしゃ、じゃあここでスクショしよう。ちょうど人がいない。一人いる、ワイジンさん。よいしょ、じゃあスクショタイムしまーす。みんちゃんおいで。ここ連れて。はい、こんな感じでいい？この辺か。どう？どう？どう？取れたら教えて。どう？取れた？取れた、スクショ。いただいた？今度こっち側撮ろうか、うん、よいしょ。2枚目はビルと桜。こん難しいな、逆光になっちゃうね、うん、どう、逆光か、もしかして逆光だ。逆光かな、うん、真っ暗だ。あ、これどう、うん、暗くなってたよね、うん、撮れた、オッケー。逆光だ、
しょ、ありがとう、いただきました、ありがとうございます、アイテムありがとう、帰りまして、花粉がすごいな、うん、取った、だからね、みんなね分かってないけど、ね、このリュックサック5キロだからねすっげー大変だから、この外配信、俺の高画質配信めちゃめちゃ大変なんだよ、みんなが思ってるよりも肩凝るからね、今日は和服を着ております、ワンちゃんいた、暑いね、よいしょ、ハートありがとう、またありがとうございます。よっしゃ、行きますか。どうも。アイテムありがとう。ハートありがとう。いっすいっす。どうも。ケーキ屋はまだ開いてなかった。11時だから。あー、ありがとうございます、みーさん。頑張ります。見れました？バカありがとう。ケーキ屋がね、まだ開いてない。桜綺麗でしょ？あっちの光を歩こう。え？光を歩こう？影。影？向こうがいい？綺麗でしょ？川沿いに桜がブワーって。向こうも桜があるよ、いいよね桜はね、ちょうどもう見終わっちゃったけどね、向こうが歩くか、のりこを歩いたまっすぐまっすぐ、はいはい、ふわまるさんまた。いいですな。この辺の住宅の人は桜ね、見放題だよ。そうだよね、これずーっとだったら、この風景がさ、ずーっとだったらダメなんだよね、多分ね。一週間とかしか見れないっていうところが、こう、浅井さん、あ、これはプロが集めてるね。あ、これ絶対プロ。これは絶対プロ。民間じゃないね。多分、あれでね、1,500円ぐらい。
ブロンズクジャありがとう、ジョージョクちゃん。ありがとう。こんちゃん、お腹は？お腹空かない。空かない？シルバークジありがとう。キャッチできた。キャッチ。はい、桜でした。はい、どうもどうも。満開だね、満開だね。今日で見納めかな。ヒラヒラしてるし、もう壁に取れちゃってるのとかもあるから、うん、今日散りまくってるもん。今日ピーク、満開だよね今日が。今日ピーク、今日ピーク。ちっちゃい桜んぼがなるんだよ。嘘、どこに？うん、そこ取れたとこに。あ、ここになるの？ちっちゃいのか。へえー、いつ頃なるの？いつ頃かな。夏にはできるんじゃない？あ、夏とかなんだ。へえー、あ、ピロピロいってんの。なんだ。大丈夫か？空き缶、ここにもあるね。プロの仕事。あ、てか、浅井さんっぽくないこの入れ方。浅井さん潰さないから。多分浅井さんだな、これ。空き缶の入れ方で浅井さんかどうか分かるってすごいよね。多分、浅井さんかな、どうだろう。浅井さん一箇所にまとめるか。はい、ということで桜でした。皆さん、桜でした。もうこっからは桜ないです。皆さんにおすすめの神田川沿いの桜でした。ありがとうございました。帰ります。帰りません。帰らないってどこ行くのよ。どこ行くの。どこに行くのよ。帰ろうよ。どこ行くの。行くとこないよ。帰りませんって。桜見たいってミッション達成したじゃん。せっかちだよ俺。屋台なんかないもん、この辺。
屋台なんかないもん。隠れ花見スポットだから。屋台なんかないよ。住宅街だもん。あ、本当の隠れスポットだ。ここのね、ビル群も好きなんだよね、こっから見る。よくない？こっから見る新宿好きなんだよね。エヴァンゲリオン館。てーてってて て, 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 てオープンテラスのカフェなんかどこにあんだろう、この辺。そう、サイバーパンクっぽさがいいよね。どっかいい。オープンテラスのカフェ。どこにあるんだろう。なんないよ。どこ？あ、あれ浅井さん。じゃあれ寺田さん。すげえわ。すごいでしょ、あの量だよ。すごいよ。でしょ、言った通りでしょ。多分ね、浅井さんが今あそこに置いてる缶を回収して、あそこで回収するんだよね。浅井さんが仕事してる。多分寺田さん、浅井さんのパートナーの人。あ、どうさーんっつってこの辺で爆走してるよ多分。多分ね、10時に回収だから。海の8階なんでスタバまだないのか。あー、でもスタバ窓ないよね、基本的。そういうスタイルなんじゃないの。あそこ回収場所の一つだから。はい、こんにちは。ベンチで花見をしながらグイッと。いや、だから酒飲まないっつーの俺。知ってるでしょ、酒飲まないの。おかしいな、これセンターになってねえな。やっぱ、あ、上削ってるからだ。道理でおかしいと思ったわ。ちょっと待ってね、カメラの設定変える。やっぱり上削ってるんだ。失敗したな。下削った方がいいな、こういう時。いや、あのカメラの設定の問題。なんかね、画角の捉え方がおかしいなと思って、絵の捉え方がおかしいと思って、俺の設定が間違ってたのか。 OK、 これでうまく撮る。 OKOK、 ルミネ8階のスタバってここ西新宿ですよ。中野とか中野坂上ですよ、うん、中野坂上。春を感じる。お帰りなせい。
太陽眩しいな。まだこれ植えたての桜だからまだ育ってないね。細い。これからでっかい桜になるんだ。多分マンションできたから新しく植えた桜だね。終わった終わった、もう。まあ、でも家の前に一本でっかいのあるからね。これ植えたての桜だね、これ。細い、まだ。もう一回行かないよ。もう終わったよ。今ちょうど帰ってきたばっかりじゃん。帰ってきちゃったもん。あったかいね、今日は。っていうか暑いぐらいだね。暑いぐらい。大丈夫？車気をつけてよ。あー、さっきね、ソメイヨシノ、そんな感じの話になってたよ。寒くない？ むしろ今日暑い。ここはあのリサイクルショップ、俺がソファー買ったりしたところで、スケさんもここで買った。手つなぐんだよって。パソコン持ってるから無理だよ。重てえ機材。よくこんなんで旅やってたな俺。ありがとう、花火ありがとうございます。ありがとう。だから人の話聞いてねえな。俺パソコン持ってるんだっつうの。もう一回まっすぐ行こう、のんちゃん。はいはい、タムタムさんありがとう。いっ、いって。あのピンクは桜なの、あれ。うん、桜とか、うん、桃とかラッキーセブンありがとう。はい、ということで帰ってまいりました。これが僕の家の前にある桜です。うん、大丈夫大丈夫。ちなみにあのペコのお墓ここです。ペコじゃねえや、ナユタ。ナユタここに眠ってます。ナユタごめんな、うん、安定しないな。綺麗ね、うん、もう緑生えてきてるね。
あれは梅なんだ、あれ。ありがとう、教えてくれて。暑いね、今日ね。暑い暑い、ものすごく暑いよ。あー、よっこいしょ。ものすごい暑い今日は。近くで見ると結構スカスカだね。いいショット。ここは公園、家の前だね。もうさっき見てたところが最高だったよね。ここは桜の木が2本と向こうに1本あるね。ケムシいるよ、いるいる。こっちの方がでかくていい写りするかもね。こっちの方が見応えあるかもしんない。どうだろうな、あんま、やっぱ携帯だと伝わりづらいね。うん、携帯つうかパソコンじゃ限界があるよね。だから一眼レフ欲しいんだよね。すごい綺麗だよ。分かった、こっちだな。こんな感じだ。よいしょ。ダメだ、俺がかぶっちゃうんだ。ダメだね。あ、かわいい。まあ終わりっすか。部屋の中が一番安全だよ。部屋行こう、部屋。頭痛い。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。桜配信でした。ありがとうございました。お疲れー。カメラの綺麗に映すためにコントラストいじったんだよね。普通に戻そうか。規定値、はい、お疲れ様。そうだね、満開だね。ピントが合わないっていうね。ピンボケだ。